古生剣増田略書採用定庭は民の政治家。字はスケオット。語は一歳。死語は文忠。生徒不信徒県の出身であるが、本願は吉安古良県。父の洋春は国行商品下げ学戦時の官位に至る。子にことがいる。十二歳の時に里見に参加し巨人となり、千四百七十八年に母実家三行新種として、九大。 初期地に任じられた。1489年に、管理委員、おさむ戦に進み、検奏実力の編纂に、参加、さらに左春防佐中将、侍大使公読に抜擢された。その後、回転編纂に参画、左春防大学士に、異例の昇進している。1507年、当時朝廷で建政を誇っていた官岸である、竜金と対立し、 南京リブ左次郎に左遷されたが、同年5月に、劉勤が処罰されると、南京古部省所に、天民、3ヶ月後には中央に召喚され、文猿閣大学士に進み調整に参加した。翌年には小保健大使王の保つ、次年には、高六大部、柱国、リブ省所、竹秀殿大学士に任じられている。1521年4月に、 武装が実施がいないままに崩御すると、洋帝和は内閣大学士の首タスクとして、一生を代替して発し、すでに皇居していた、皇治三角の弟である、凶王、主有の精子である、朱圧氏を皇帝として擁立した。新帝は北京に入る前、帝和は朝廷を騒乱し、多くの改革がその手から出て、救い自祭章と称せられる。 ところが、大霊の義の問題が7月に悪化し、新帝の意向に逆らう形となった帝和は1524年に引退し、1528年に官職を削られ、翌年に死去した。1567年に、また官司、王の保つを追贈され、送り名を踏みただとする。江戸時代の歴史家の斎藤武道は、洋帝和は、君主と言うべきだが、 大礼の儀の件では儀にも情にも逆らう議論を担ぎ、しかも枝浜施設にこだわり、論的である長、桂ツラガの小人に乗じられ名誉を失った、と考えた。斎藤武堂、畜堂文章中、伊勢安右衛門、1879年、14から16、P、ありがとうございます。